山名豊国、戦国時代の山梨の人物です。山名と山名総勢のイメージは強いんですが、山名豊国はいろんな芸術に通じた文化人だったというふうに伝えられています。まあ、山名総勢に関しても、イメージが、特に、マデノコジトキフサの、剣台記でボロクスに書かれているイメージがあって、それでまあ、イメージも、なんとなく乱暴者というイメージがついてますけども、まあ、おそらくそれ守護教、守護の総領を務めるぐらいですから、それ相応に、知性教養とはあったはずなんですね。ただまあ、山名総勢の場合は、逸話として、応仁家との逸話によって、いくつか、例えば、洗礼では言うたときに、山名総然が、礼なんて、言うとるからあかんねと、時に帰ろというふうに言うたとか、まあ、そういうイメージはどうしてもついてしまいましたちです。名門山名家、どういうふうになっていったのかという話ですけども、まず山名家、こういう、家系ですね、ざっくり言いますと、新田義重、新田一門です。里見義俊が、まあ、所長氏で、あとは新田義兼、他にこの徳川義末、この徳川の、字をか、あの、徳川家、これ後に、こういう字にもなったりしながら、最後は徳川家康に系図を使われちゃうという、こうとも書いたりして、結局、最後は系図を使われちゃうと、いうようなことになってます。山名義典、これは、山名郷と、神津家の国の 山名郷と、いうところに、まあ、所領を持っていたからなんですね。その子孫の時氏。基本的にはここの、こっちが借家になるはずなんですけども、最終的に、まあ、ごたごたがあって、ここの家が借家を継ぐことになります。それ以外には、この総勢の孫勝というのはこの広高の家を継いで、だから実際には、ここが、まあ、ここを継ぐと。いう形になっています。これが稲葉守護家になりますね。大きな流れ、大きな、事件としては、この辺が巻き込まれた、明徳の変。それから、この辺が、関係してくる、応仁の乱。それから、この子孫たちが、続いていきます。まあ、この子孫については、また、また後で系図を出します。基本的に残るのは、この子孫と、この文字豊の子孫が最終的に残っていきます。山梨の始まりですけども、源義重、通称新田義重。まあ、ご存知、よく知られたんですけども、源義家の孫であって、源義国の、息子になっております。源義康、平治の乱でも活躍した源義康は、異母弟ですけども、この義重の兄弟は、南関東、相模の国を中心に、南関東を、まあ、南関東から武蔵まで、こう、進出してきた、源義朝と、連携して、で、義重は、義平、自分の娘を義平に嫁がせてると、いう形で、この義重の、娘、この義平に行った人、それからもう一つは、岩松家に、嫁に行った、岩松というのは、足利家の人ですね。この辺もなかなか、話がややこしい人物で出てきますけども、この岩松さんは後に、確か、息子んだ後、岩松を振って、畠山の、重忠の奥さんと再婚すると、いうこともやってます。義平、源と義平ですね。お婿にすると。それから、保元年間には、火山院忠政、を、両家として新田の将を立証してます。で、この火山院忠政は平家方の公家であったために、これがもしかしたら義重の運命を狂わすかもしれませんが、頼朝挙兵に帰参すると、いうことで、まあ、頼朝の布教を勝って、義重っていうのは今一つ、パッとしないと。で、新田一門も、新田氏も、その後の、流れはパッとしないと、よくなってしまったというふうに言われています。まあ、そこで、さらに、逸話として、頼朝が、この義平の、元妻、未亡人を、自分の側室の欲しがった時に、義重がそれを渋って、再婚させてしまったんで、頼朝が、切れたという話もありますし、新田氏が、もともとそんな頼朝、流人の頼朝風情に、下風につくようなもんではないというふうなプライドがあったためだとか、まあ、そういうことも言われています。それからもう一つ義重の、逸話としては、義重が、新田義重が死んだときに、その直後に源頼家が、決めろ始めたと。その時に、政子が、
この、文様、一門の、重鎮である義重が死んだ時に、そのような蹴鞠をすぐにする振る舞いはけしからんというふうに、頼家を、いさめたという話も残っています。それ相応には義重自身は、重鎮として尊敬を受けてたことは、まあ、伺えますが、まあ、新田一門はどうしても足利一門に比べると、パッとしないと。の鎌倉時代の、末には、もう完全、最近では、新田家というのはもう足利の一門というふうに、見なされていると、いうふうに言われています。問題は山野義則なんですけども、山野義則は、実はどうも、新田の省内に、領地をもらえないと。だから相当冷遇されてたんだろうと。その冷遇されてたことが原因で、おそらく父とは別行動して、頼朝に帰参すると。いち早く頼朝に帰参したために、頼朝から厚遇を受けて、まあ、伊豆の神、頭領官とに、任官していると。頭領に任官できるっていうのは、基本的にやっぱり、頼朝から一門、文様と、一門というふうに見なされていると。でなければ、なかなか頭領には、つけないわけですね。時政ですら、頼朝の死後にようやく遠江の神に任官したぐらいであって、なかなかこの頭領に任官するっていうのは、この山名家の、スタートの、意外な良さですね。新田義重は結局、大した、官職につきませんでしたけども、息子山名義則は、逆に伊豆の神に任官すると。鎌倉時代にじゃあ入るとどうなるのかと、私なんなく新田一門がパッとしなかったのと同時に山名もパッとしなかったんだろうなと勝手に考えとったんですけども、いやいや、なかなかどうしてと。鎌倉幕府の奉行人、あるいは六原丹田の奉行人として、山名家は、どうも頼りです。だからまあ、それなりに鎌倉幕府の中では重視されていたと。で逆にそれが山名氏にとっては不利になった面もあって、鎌倉幕府奉行人の山名氏は、鎌倉幕府の政変に絡んで粛清とされて、1301年に粛清されたというふうにあるんですけども、まあ、今年何があったかというと、ハレー彗星、貞時の出家。この貞時の出家に巻き込まれて、当時連署であった信時も、出家という形で、鎌倉幕府上層部がガサッと変わった時期なんですけども、この時に誰か死人が出た感じはしないんですけども、まあ、その時の、あれ、なんか声援があったのかなというふうには考えられますけども、よくわかりません。六原奉行人の山梨は、1333年に、六原丹田滅亡とともに、運命を共にしています。結局、生き残ったのは、こういう奉行人とかに入れずに、その所流として細々と生きていた山名正氏が生き残って、でこの山名正氏は南北朝の中で足利尊氏に組みしているということが言われています。この山名正氏に、移りますけども、山名正氏の息子の山名時氏、彼は、上杉重房娘を母とする。つまり山名正氏は、上杉重房の娘を、妻としていたと。ただこれちょっと年齢が会いにくいんじゃないかなと実は思ってまして、と言いますのはこういうことになるわけですね。上杉氏初代の上杉重房、その娘、名前忘れたで、上杉、清子と貞氏の間に、足利貞氏との間に小見高氏と豊氏が生まれていると。まあこういう風な、感じになると、山名時氏と上杉清子さんがいとこ同士なんですが、年齢から言ったらこの人は1303年生まれで、こちら1305年生まれということで、まあ可能性としてあるのはこの間が親子ぐらい、年が離れてるというのはありますよね。ここのところがガクンと年離れてたら、この女がこっちにずっと年代的には生後とほぼ同年代できたら、時氏を産むというのは、まあ、話としてはありそうな気がします。で、まあ、実際、足立康盛と、それから北条時宗の正室である、堀之内殿は、まあ、親子ぐらい年が離れてたんで、ない話ではないんですが、なかなか、まあ、そういう、まあ、例はあるんで別に問題ないと思うんですけども、時氏が、この山名正氏、山の時氏が、上杉氏を通じてこの足利氏とも関係を持った、そう関係で足利氏、あと核として上杉重房の娘がこの山名という山名の中での所流と婚姻するのはどうよというイメージもありますけども、実はこの清子さんは足利貞氏の側室であったんで、山名正氏が正室やったら、それもありかなと、いう気がします。足利氏に味方をした
の結果、縄長都市が滅びた後、縄長都市の、本拠地である法規の国をの守護職に、守護職に任命されると。山梨の映画のスタートは、この法規の国の守護職、守護職になって、さらに円谷高須田討伐で、丹後、出雲、沖、若狭の、守護も、もらえると、いうことになります。円谷がもともと、出雲、沖方面に力を持ってたんで、その所領を丸っぽ配慮したですね。観音の上覧では、当初、室直派やったんですけども、それ以降、忠義に寝返ってます、途中から。忠義が、高氏をこう屈服させたときに、室直が殺されそうなときに、忠義に寝返ったようで、その辺は、気を見るに敏な人物だというふうに思われます。さらに忠義が死んだ後、南朝に行っちゃったと。南朝に行って、別に、当然それは忠冬を、擁立すると。結果的には助殿方として、芝義行とも連携すると。いう形で、室町幕府にとっては面倒くさい人物になってますが、1363年、忠冬を見放して、幕府に基準しています。これは細川流家から熱心な誘いがあったと言われています。その結果、時氏は法規、丹後、さらに、室吉は丹波の国、氏冬は、稲葉の国、時吉は三政子の守護式を、ゲットして、一門で1、2、3、4、5、5つ、ゲットしました。太平記では、山名時氏を念頭に置いて、草野の所領欲しけりゃ敵に寝返ったらどんどん入りますねというふうに、皮肉られてます。で山名は、いいタイミングで、幕府を一旦裏切った後、再びいいタイミングで基準した。それによって一気に所領を増やしていくと、いうことで、ここで5カ国。6分の1まであと、6カ国。森吉時氏の息子の室吉は、時氏の丹後、田島、法規の守護式を、ゲットしています。さらに、義忠は三政子の守護式を、継承し、南朝との戦いで、紀伊の守護式を、任されています。氏冬は稲葉を、あれしています。で、氏清は丹波の守護を相続し、さらに侍所当人、あるいは、南朝との戦い等で、山城泉の守護をゲットしてます。清は沖の守護式を、相続し、森吉死んだ後は山名家の僧侶の田島、得たと、田島やビンゴの守護として、なってます。で、三幸はこういうのをやってますけども、桜井英治さんは、室町時の精神の中で、これと、それから国家以降では、ちょっと意味合いが違うんだと。前っつうのは、例えば、紀伊はこの義忠がまさに頑張ったから、泉も氏清が頑張ったから、山城も氏清の努力、備後も時吉の努力、出雲も円谷高須田を倒した、そういったものから引き継がれてきたんであって、この辺はどちらかといったら、世襲になりにくい、そういう、あれであるのに対して、後ろの、稲葉、法規、丹波、丹後、まさか、沖、田島っていうのは、要するに山名総領家につけられた感じ。それに対して、紀伊とかは、総領とは切り離されて、個人の努力によって、個人につけられているという、そういう違いがあると。で、これ、桜井さんはいわゆる、守護義務官から、家職への転換過程。山梨のは、家職的な、こんな夏と、理療的な、この前の5つに書けてはります。いずれにせよ、山名つうのは、そこのとこ、代打を抑えたわけじゃないし、結局この辺はパラパラパラと離れていくんですけども。で、最終的にこれ12カ国になってますけども、明徳の辺の直前には、このビンゴを失ってますので、11。ビンゴを失ってますので、11カ国。で、この11カ国のうち、当時の国が、66と、実際には68やったんですけども、この68が6、この2を何引いてるのか、ちょっといろんな議論があるみたいで、陸奥ではにはそもそも守護置かれてないとか、島はいくつかの島の国は省いてるとか、あるんですけど、半然としません。その辺は、実際にはそんな厳密に、6分の1のそんな厳密、そういうふうに書いてありますけども、ウィキペディア見たら、そんな厳密に当時の、そういう概念って大雑把なんだから、68が12であろうが、66が11だろうが、これがビシッと割り切れるっていうので、くだったら私はこれでも別に全然構わないと思うんですね。
大雑把に言ったら6分の1だろうと。別にピッチリ6分の1じゃなくて、大雑把に6分の1でいいんじゃないと私は思いますけども、その6分の1と、さらに言ったら、当時の言葉でそういうふうに言われたかどうかっていうのも、なんか疑問だという話をどっかで読んだ記憶があるんですけども、今、ちょっとバラバラと引っ張り返してみても、元本が出てこないんで、とりあえずこれはあれですが、6分の1度のという方に関しても、明徳の明徳記とかそういったものにできたもんじゃないかという話も、まあ、なきにしもあらずと。いうことになってます。で、一応、明徳の乱まで一応見ておきたいと思います。で、明徳の乱、どうやって、明徳の乱になっていったのかってことですけども、1376年に山名守義が亡くなりました。まあ、時氏が、この山名時氏、彼が山名家を一気に広げ、スターダムに引っ張り上げた功労者でありますが、彼は、この森をこの辺のいっぱい子供が作っていて、その子供たちをそれ相応に守護職を分けて、その息子たちがまた、それぞれ活躍して、少しずつ、まあ、この守護を経て、最終的に、山名一門で11カ国と、いうふうな、ことになるわけですけども、この人が早死にしたことが一つのポイントになってきますよね。その結果、基本的には、この辺が後を継ぐというふうになるんですけども、この名前見ても分かるように、氏行と光行、この光行っていうのは、義光の側近を務めたわけです。この辺が、この明徳の乱の一つのポイントになってくると。時々そういうものってあるんですよね。山田家の場合、この関係者が、将軍に側近として仕えていて、それがこの本家との圧力を起こすと。森吉が死んだ後、この森吉が廃人したのがまあ一つの懸念であって、実際にはこの辺が後継がずにまだ若かったということもあって、時吉が一旦長継ぎで後を継ぎます。その時吉がまた死んじゃったと、その時に時吉の次に選ばれたのがこの氏行ですね。これが一つのポイントで、あの時吉は、まあ後継者に氏行を、決めてた。それに対して、光行が非常に不満を持ったというのが、まずポイントです。氏行と光行の不満がこう高まってくると。特にこの光行がおそらく、主犯で、この光行の、舅が氏行なんですね。氏行の、娘が光行に、嫁いでいるという関係であって、だからまあ、この氏行、光行がおそらく、中心になって動いていて、氏行はそれをバックアップしていると。6分の1州と言われるように、11カ国の、守護を持っている。最低では12カ国の守護を持っているという山田一門を削らなきゃならないという問題意識を持っていた足利義満は、この山田家に手を入れます。桜井さんはここのところで、義満はどこをどう突っつけば、どういうふうにすれば、こいつら喧嘩始めたと、実に見事に抑えていると。ポイントを押さえていると。恐ろしいまで押さえていると。まず、この光行と氏清が、この氏行時広に対して不満を持っていることを、見に行った義満は、まず光行らに、氏行時広の、討伐を命じました。その結果、時広と氏行は没落します。戦闘に負けて、没落していきます。その後、1390年、義満は、今度は、氏行と時広を、赦免します。で、これによって、光行、氏清は、ものすごく不満というか、疑問を感じるわけですね。一旦自分らに、討伐を命じておいて、で、氏行と時広の関係、氏行、時広、これが一旦ボコボコにされた後に、それをいきなり赦免すると、今度は、当然、光行、氏清というのは、まあ、面目が立てないというか、見ますか、まあ、完全に山田家は、対立にしてしまったけどね。同年、山田家と関係を持ってきた、この柴義行が、管理式を罷免されて、細川頼之の、音出る細川頼元が管理になる。つまり、細川頼之の復権ですよね。その中で、ビンゴの国も、取り上げられる。義満は同時にこの この明徳の乱とはもう一方では、芝義行派から、細川より元派に、細川家に、元戻していくという、そういうそこだったんじゃないかと、いうふうに言われています。ただまあ、これに関しては、そんな義満サイドに
そういういろんなことを絡めて一気にこの明徳の絵つけようとしたんじゃなくて、もともと、根本的な原因はむしろこの、宇治清、三幸、VS、宇治幸、時広の、もともとそこに大きな亀裂があったんじゃないかと。もともと山田家内部にも、抜きがたい、この対立軸があって、それが、義満のそういう介入という経緯に広がっていっただけで、義満側にこういうような難しく、こういう色のを一斉にダーやるの話、まあ、ちょっとうがちすぎじゃないかという議論もあるようです。ともあれ、義満は三幸を追放します。これは、まあ、一応きっかけとしては、この三幸が戦闘領、つまり、権威優上皇領を、横領したと。まあ、権威優と、義満は、の関係って言ったら、まあ、ものすごい因縁があるわけですけども、まあ、もうこの頃、権威優はほぼ存在感ゼロですけども、こういうところでちゃんと名前が出てくると。ご縁友の、戦闘領を、横領した三幸を、に対して、処分すると。これ、実際には、些細な、もんじゃないかというふうな話なんですけども、これ実は些細でもなくて、応安元年の、犯罪令で、はっきりしたのは、本所、自社本所領をきっちり保護すると。応安年間に出された、犯罪令で、要するに犯罪を取るけども、それ以上は、その決められ、定められた、負担以上のことは認めない。つまり、幕府が認めた取り分以上のものは取ってはいけないということが、まあ、細川頼之の政治では、そこのところをきっちり決めてるわけですね。だから、したがって、まあ、細川頼元的な発想からいく、言ったら、この戦闘領の、代官であった三幸が、必要以上、定められた以上を取るというのは、これは、許しておけないわけであって、当然、義満は、三幸を追放すると。それに不満を持った、まあ、三幸と宇治清が挙兵します。この宇治の戦い、これ宇治のというのは、大代理の、大代理跡のことです。この大代理跡に関しても、実は最近ちょっと新しい議論が出てきていますけども、一般にはこの大代理というのは、平安京がどんどん東へ行くにつれて、このところは空っぽになっていて、大代理は、例えば明智やったと、うちのと言われる明智やったというふうに、まあ、言われてるわけですけども、久水利和さんは、うちのには実は、まだまだ、太政官の建物は残っており、そこに太政官に勤める、下級や官人たちはそこで、質問をしていたというふうな質問をしています。ただまあ、そういううちので戦いが行われて、守護大名の、中では、この山名はなんだかんだ言ってめっちゃ強いでと。しかも、畿内近国に大量に、まあ、領空持ってるから、こいつら強いでというような話があったんです。話あったから、和睦すべきじゃないかという子もあったんですけども、義満は、山名と、足利どちらに、力があるかの勝負だと言うて、それで、さらに現、足利県に代々伝わる鎧ではなく、普通の鎧を着ると。要するに、山名は所詮、家来やと。そんなものを潰すのに、源氏の、伝領の、伝来してきた鎧を、着る必要もないと、いう、自信というか、まあ、プライドで臨んでます。まあ、だから、義満にとっては、ある意味、これ、明徳の乱というのは、己の、一種の幕次であったわけですね。結局、最終的には義満の馬割り種を投入することによって、この宇治清を、三幸らは破れて、はい、打ち延べていきます。その結果、山城畠山徳に丹波は細川頼元で、この丹波はこの後ずっと細川家のものになりますね。細川慶長期が没落戦まで変わりません。丹後は一色光則。これも、実は変わらないですよね。最後細川雄斎に、ねじ取られるまで、実は一色氏が持ってます。三政は赤松義則に。これ、だから赤松サイドからすりゃ三政を取り上がったとなるわけですけども、まあ、山名からすりゃ、まさかはもともと山名のもんやと思います。で、泉紀伊は大内義弘。これは次の応援の乱で没収されて、泉は細川、紀伊は畠山になります。沖出雲は、京具高明ら、これは後の尼子になりますね。尼子はこの京具家の、一門ですから。で、田島が、山名時弘。稲葉が山名氏家、後期が山名氏行きというふうになって、ここで山名氏は十二カ国から、この田島、稲葉、後期の三カ国に、減少すると
12から明徳の乱直前で11で、3と。と、まあ、山梨っつうのは、この明徳の乱を契機に、山梨はわずかに3カ国に減ってしまうということになります。この明徳の乱というのは、オール山名対幕府ではないんですか？ではないです。山名が割れてるんですか？割れてます。ただ、割れた山名は結局その前年に義満によって潰されてる山名ですからね。だから山名時弘はこれ80人ぐらいで確か参加したんですよ。義満の上回りに参加してます。2回に分けて潰されてるわけ。そういうことだよね。しかももともと、あの、仲が悪い連中を戦わせたというか、もともと仲悪い、もともとなんか、うまくいったところを片方に肩入れして片方を潰して、今度は片方を潰すという。高校の日本史ではね、山名って11カ国持ってて、義満にやられて力を失うから、一気に勝負して負けたんではないかと思いますけど、そうではないと。まあ、それが、あの、立て続けに起こってますからね。結局見たらわずか1年の間に、まずこのこっちが潰されて、続いてこちらが潰されるという2段階で。結論から言えば山梨が潰されたと。だからまあ単純に言った、まあ、結論があったら義満って山梨が潰されたと。最後に山梨3つ残りますけど、田島と稲葉と放棄と。その場合の山梨総領家はどれになるんですか？本来こちらになるはずなんですけども、最終的に残ったのがこちらからこちらの方へ行くんで、まあ時広総領と考えたらいいかと思います。でもこれ総領といってももうそんなにリーダーシップないですよね。ないです。個別に3つ残ったという感じなんですか？基本的にはそうなりますね。残ったのが3人になりますからね。山田と言います。3カ国3つの守護を残したけど、例えば赤松が3つ持ってるみたいに、赤松宗家が3つをコントロールするというな形にはならなかったんですね、これ。そうですね。もともと持った3つに分立していったと。結論を先取りして言うと、結局この時広という人物がうまくやって、この山バラバラになった山の木を束ねていくわけですね。再結集するんですか？そうです。この時広は、次のところで言いますが、時広のやり方はなかなかうまいです。時広が持っていたのが田島だったから、うん、山名の中心地が田島みたいになってるわけですね。そうですね。なんで田島みたいなとこが、いや、田島に失礼かもしれんけど。いや、田島は、あの、あれですよ、あの、上国ですよ。古代においては収入が多かったということですか？そうです。あの、田島は、あの、播磨とかに次ぐ、播磨、伊予に次ぐ、安芸とか、あの、陸奥とかと同レベルの、図領の最終ポストに近いところですね。それだけの利権収益があるということですか、田島に。そうです。山陰道の中心で、あの山陰道から京都入ってくるところも中心を抑えてますから、やっぱりあの田島はそういう意味では結構、そういう意味では時広はいいところを持ってたということも言えますよね。田島の国府って八日のあたりでしたよね。あの山名がどうもあの中心に取ったのは伊豆市あたりに守護所を置いたみたいですけどね。あ、後で伊豆市で城下町になりますね。この辺山名も赤松に比べるとあの物流とかに対する意識はありそうな気がするんですけども、いかがでしょう。まあ、あんまりわからないですけどね、山名の場合も。山名って実はあんまり研究も意外と、まあ、多分ほとんどね資料が少ないんやと思いますわ。やっぱり没落しちゃったから、戦国の長い間どんどんこう衰えていくときに、まあそういう、資料も散逸していくだろうし、